なにかご用ですか、ね、はな、いえー、見かけ18歳本当は400歳のアルカード役をやらせていただきました、えー、沖谷良太郎です、えー、なかなかとってもかっこいいなんて言うんでしょう綺麗な人ですよねあのー、セリフも結構渋くってヤナダさんと あの貼、ー、ってましたけども <laughs> こんなこと自分で言っていいんでしょうかあのー、とっても面白かったですはいあの皆さん楽しんでいただけましたでしょうかマリア役の横山一佐です今朝トイレに時計を落としました誰か拾ってください嘘 <laughs> です自分で拾いましたサキュバスの深見理香です いっぱい声を出したからお腹が空いてしまいました。誰かご飯おごって。えー、シーナヘキルです。クリアした方、おめでとうございます。えー、長い旅でしたね。長い道のりでしたね。えー、ちゃんとご飯食べながらやりましたか あのずっと眠、眠らないで深夜遅くまでやったりとかいろいろなずっと何時間とかかけてやったと思うんですけれどもあのー、3キロくらい痩せ細っていたとかそういうことはないですよね <laughs> えー、でももう一度今度は違う形でチャレンジするのも面白いかもしれませんねというわけで、えー、本当におめでとうございます最後は一緒にコナミなんて叫んでみましょうかいきますよ12の 3、コナミリヒター役の柳田清之です君、ゲームばっかりやってないでたまには体も鍛えようね充実した一生を過ごせますようにではええー、アクションゲーム用のセリフには疲れた 佐藤正治です。ゲーム終わってよかったな。もう終わったのか？今度はまたどっかで会おうな。ああ私、柳ジョージと申しまして、もう,もう若くはないんでございます。長い間ずっとやっております。はい、だいたいバカなあの役が多いんでございますけどま、あ今年はもう暑くて暑くてね。 もう参りました。どうにかしてこの過ごそうと思いましたけどいやーもう年だからねもうどうしようもできなくてバっててしまいましてなもうそろそろでも9月ですからね。 なんとかなるんじゃないかと私は思っておりますが年が年なもんだからねもうとなんともならないかもしれないかもしれないねはい、えー、どうもこういうことで、えー、さようならではまたのお越しを